はい、皆さんこんにちは。今回はですね、運曲とか、そういう動画ではないんですが、ですね、前回の運曲、ダヴィンチですかね。はい、ダヴィンチ X ですね。こいつの運曲動画を先日というか前回あげましたよね。はい、その時にですね、最後にこの今回の、ガチャ、超純粋限定の、まあ、超純粋限定の新キャラノアが、まあ、追加されたということで、まあ、気にはなっていたけども、まあ、なんかその評価、今のところ評価はちょっとまだ紙かとかね、あの素材がどうしても足りないっていう人がやっぱ多いとか、まあ、実質まあほとんどの人が紙化できてないという状態なんで、まあ、紙化の方はちょっと分かんない、まあ、未知数っていう感じですよね。はい、なんでちょっと世間的にまあいまいちかなっていう、まあ、評判なんで、その前回の動画の最後で、その現在今こう無理をしてめちゃくちゃ課金とかをねやって、こう無理に引く必要ないかなっていう感じで思ってたんですけど、その、言葉は撤回します。はい、というのもですね、はい、こちらですね、はい、ノア当たりました当たりました、ノア。はい、これもう進化させちゃってるんですけどね。はい、進化させちゃってるんですが、はい、とりあえず進化ですね。はい、こんな感じですね。まあ飛行探知力ぐらい、まあまあ能力はまあ置いといて、まあこいつの多分、進化はまあ、まあ真のね、あの力というか、まあ能力の発揮は神化の方だと思うんで、とりあえず置いてます。はい、こいつが当たったのはですね、ですね、これこのガチャ、昨日の、夜中ですね、深夜にね、ちょっとね、もこたんのお散歩が終わって、ちょっと眠気も来てぼーっとしてて、うん、なんかこう、この絵を見てたら、こうなんとなくね、こうガチャをちょっと単発で一発でも引いてみるか、みたいな気分になってたわけですよね。はい。それで、一回だけシングルガチャで単発で引いたらですね、なんと、ノアが当たったわけですよ。はい、シングルガチャ一発で。はい、あ、こんなことってあるのかみたいな、マジかみたいな感じですよね。はい、というわけで、ノアが当たったということで、前回今現在そんなに課金して無理をして、まあ、引く必要はないかなっていうふうには言ってたんですが、それは全言撤回します。はい、いやー、ほんと嬉しいですね。いやー、超純真祭限定の新キャラクター。こちらが、まあ、単発ですね。はい。単発一発で当たりました。はい。まあ、もちろん、課金しないでっていうことですよね。はい。いやー、すごい。嬉しいわ。うん。とりあえずね、全属性エナジーサークルとか、これオリンピックとか言われてますけど、まあ、これどうなんだろうなっていう感じなんで、うん、まあ、強いのか弱いのかちょっと正直わかんないところがあるんですが、まあ、ストライクショットがまあ、号令ですね。はい。で、飛行とアンチ重力バリアという感じで、バランス型と。まあ、まあ、能力的にはまあ、そんなに尖ってるってわけでもないし、まあ、この、やっぱオリンピックっていうね、全属性のエナジーサークルっていうのが新しいかなと。そんなところでございますね。はい。というわけで、本当にね、びっくりしましてですね。本当に、まさかね、シングルガチャ一発でノアが降ってきたっていうの。あれはもう本当に度肝を抜きましたね。本当にね、もうぼーっとして眠気も来ててっていう感じだったんですけど、一気に目が覚めました。はい。もうね、思きとビンタを食らったかのようにね、目が覚めました。バッチリとね。はい。それからは、カメクエとか、マルチの掲示板でカメクエとかで、参加して、まあ、タスカンとか、レベル上げとかっていうのも完了したわけですよね。こんな感じで。はい。というわけで、まあ、
まあやっぱこういうのはまあリアルラックとかっていうのはやっぱある、やっぱどうしてもあるんですよね、やっぱりこういうのはね。はい、やっぱ10万円課金しても出ないとかっていう人もいれば、まあ僕みたいに、まあ、すぐゲットできたみたいなね、そういう人もやっぱりいるわけですよね。はい、まあ軒並み YouTube の動画で見てる限りでは割と、うん、課金してどうだろう、まあ何十連とかで当ててるっていう動画が多かったですね。はい、こいつの排出率はどうなんでしょうか。一応新キャラ搭載のまあ記念ということで排出率がアップということになってますが、まあ、実際どうなのかなという感じですね。はい、というわけで、ノアが今回当たったので、はい、まさかのね、単発一発目で、はい、当たったので、前回言ってたように、まあ、ちょっと他のね、ガブリエルとかルシファーとかに比べると、ちょっと微妙なところがあるからっていう風に言ってましたが、それは前言撤回します。はい。まだまだね、ガブリエルがルシファーをね、追い抜いたようにですね、強さランキングですね。強さランキングでルシファーを、まあ、ガブリエルが抜いたようにですね、このキャラクターも、まあ、神化の方で、まあ、おそらくまだまだ未知数なところがあるので、まあ、普通に、まだまだ今後、活躍できるクエストとかが、適性とかね、増えて、点数とかもね、ゲームウィズの方で、評価が上がって、まあ、今現在は神化の方は9点っていうことになってますが、それもだんだん上がっていくっていう可能性も十分にありえますよね。はい。で、一応神化の方の能力、アビリティというのがですね、アンチ重力バリアとアンチワープですね。はい。なんで、ウォールダメージですね。壁ダメージ。あれが貼られまくられない限りは、もうバンバンと動きまくれるわけですよね。はい。そして、ストライクショットがチェインメテオと、ヒミコのあれですよね。いっぱい、敵に当てた数だけ威力が増すメテオっていうやつですね。はい。あれね、あれの貫通タイプなんで、これは相当期待できるんじゃないかと、はい、思っております。個人的にはね。はい。で、神画の方の、友情コンボが、プラズマですね。クシナダとか、ニラ行かないと同じプラズマと、さらに加速、サブ友情で加速がついてるんで、まあ、かなりね、加速させつつ、さらにプラズマも発生させられるということで、まあ、かなり強いんじゃないかと思いますね。こいつの神化はね。はい。ということで、かなり期待しております。はい。というわけでですね、神化のね、素材が、神化の素材がもうちょっとなんですよね。この神化、はい。スラッシュはいて、プリンセスノッコってやつかな。こいつは今日ちょうど降臨してきましたよね。はい。で、それでゲットして、あとこの、ブルーロブスターですね。はい。はい、こいつがあと2体いれば神化ができるということなんですが、ですね、それが、降臨、ブルーロブスターのイベントが来るのが、明日ですかね、金曜日の、17時から20時、こちらで降臨してくると。ここでようやく、まあ、神化ができるというわけですね。はい。本当にもう、めちゃめちゃ期待しちゃいますよっていう感じですね。ノアの神化はね、はい。まず、貫通、チェインメテオの貫通っていうね、すごい初の、まあ、組み合わせっていうものありますし、まあ、ただ、まあ、まあ、危惧されているというか、ちょっといまいちって言われている部分が、おそらくその、チェインメテオだから、雑魚が、まあ、当てる、要は、ヒット数があんまり稼げないと、まあ、威力があんまり出ないっていう部分で、あまりこう、いまいちかなっていう風な、こう、危惧されてると思うんですが、まあ、全然個人的には多分大丈夫だと思うんですけどね。はい。ボス戦とかって特に雑魚とか、
多いですよね、普通に。呼び出しされたりとか、蘇生とかとかってもあってね、はい、雑魚とかも普通に多いんで、そういう時に一気にね、まあ、7体、8体とかね、バンバン当てていって、ドカーンとこうメテオで、とどめを刺すみたいなね、そんなこともね、普通にできちゃうわけですよね。貫通タイプだから、しかもアンチ呪力バリアで、うん、アンチワープを持ってるから、壁ダメージ以外にはもう制限されずに動き回れるというわけですよね。これその神化はね。はい。というわけで、ちょっと、はい、ちょっと熱く語ってしまいましたが、はい、今回はですね、はい、こちらの、超純正祭の、課金せずですね、はい、無課金、まあ、僕自身はちょっと少量課金はしてるんですが、今回は課金なしで、はい、単発で、シングルガチャ一発で、ノアが当たっちゃいました、という、はい、感じでございます。はい。いやー、今映ってるこのガブリエルも欲しいんだけどな、どうしようかな。課金、っていう感じですよね。はい。っていう感じです。はい。というわけで、今回は、はい、ノアがまあ当たったという、あとはまあ、神化のどうのこうのっていう部分をちょっと語ってみたという感じですね。はい。というわけで、今回はこの辺で、まあ、終了したいと思います。はい。まあ、本当にね、本当に何十連ってやって、まあ、当ててる人がやっぱ多い中で、やっぱり、うん、やっぱり一発で、シングルガチャでっていうね、神引き、まさに神引きっていう感じが、本当に嬉しかったんでね。はい。いやー、本当にね、良かった。うん。やっぱりね、まあ、モコタのおかげかなっていうのもあるんですけどね。正直、はい。というわけで、はい。今回はこの辺で終了にしたいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。一応僕、歓喜してるんでね。大喜びしてます。はい。じゃあ、またねー。